第26試合赤ゼッケン59番尾形陸精神科医向こう橋部、白ゼッケン60番小林隆明新極神科医佐賀筑後支部。ただいまの試合は3対0の判定をもちまして赤尾形選手の優勢勝ちです。第27試合赤ゼッケン61番日野ひろき新極神科医福岡支部、白ゼッケン62番岡本浩紀西武会館、赤ゼッケン61番日野選手欠場のため白岡本選手の不戦勝となります。続きまして第28試合赤ゼッケン63番新田真希人新極神科医、失礼しました極神会館浜井派、白64番奥野優馬白蓮会館、赤63番新田選手欠場のため白64番奥野選手の不戦勝となります。第29試合赤ゼッケン65番入木優斗新極神科医東京城南川崎支部、白ゼッケン66番西田哲也立候会館、
タイムです。本戦引き分けのため延長戦を行います。白注意2です。ただいまの試合は5対0の判定をもちまして赤井力選手の優勢勝ちです。第30試合赤全県67番旧家春秀新曲新会総本部道場、白全県68番北原俊太新曲新会鹿児島支部、
見せろ
対1の判定をもちまして塩北原選手の優勢勝ちです。第31試合、赤ゼッケン69番郷心無限流進会、白ゼッケン70番松山俊新極進会大阪東北支部。選手の優勢勝ちです。ここで審判団の交代を行います。